あれ？プロデューサー？どうしたんですか？なんだかすごく慌ててたみたいですけど。レッスン。そういえばそうでしたね。すっかり忘れてました。何かですか？普通でしたよ。特にやりたいことなかったですし。ああ、気がつきませんでした。携帯もずっとカバンの中に入れっぱなしでしたし。そういえば、珍しく汗だくですね。そんなに私のことを心配で探してくれてたんですか？でも、忘れたらしょうがないじゃないですか。はーい、わかりました。今度からは気をつけますね。プロデューサー。プロデューサーは、どうしてそこまでしてくれるんですか？どこにいるかもわからない私のために、汗だくになって必死に探してくれたり、私のこと心配してくれたりするじゃないですか。家族でもないのに、なんでそこまで。それだけですか？そうですか。あの、今日のことは、その、ごめんなさい。あ、よかったらこれ。どうぞ。私の飲みかけジュースです。お詫びにあげますね。残念ながら、中身は入ってませんけど。プロデューサーの困ってる顔、面白いですね。してますよ。すっごく反省してるんですから。それより、早く帰りましょう。置いてっちゃいますよ。あの、プロデューサー？レッスン以外に、やることってないんですか？へえ、何もしないのって、退屈なんですけど。アイドルが、楽しく仕事できるようにするのが、プロデューサーの役目じゃないんですか？だって、帰ってもやることないんですよ。そう
ですけど。ああ、じゃあ、こないだ私を探してくれたお礼しようかな。あ、プロデューサーのマグカップ空っぽですね。私がコーヒー入れてあげましょうか？遠いですね。やっぱり面倒なんで、自分で入れてください。そういえば、今プロデューサーは仕事中ですけど、急に手が空いたら何してるんですか？じゃあ、私が今から掃除してあげましょうか？雑巾。なんだか掃除面倒になってきました。やっぱりコーヒーを入れることにしますから、マグカップ借りていきますね。プロデューサー、コーヒー入れてきましたよ。はい、どうぞ。ああ、すいません。砂糖の量、間違えちゃったかもしれないです。私悪い子ですから、いたずらは好きですよ。砂糖ならたくさんあるからいいじゃないですか。仕方ないですね。じゃあ、今度からは気をつけますね。さあ、どうでしょうね。じゃあ、プロデューサーにはいっぱいいたずらしていいってことですか？だって他の人にはしちゃダメってことは、プロデューサーは私のいたずら独占したいんですよね。やっぱり優しいんですね。そんなプロデューサーにはもう一杯おまけでコーヒーあげちゃいます。それじゃあ私はこれで帰りますね。本当ですか？むせてたように見えましたけど。そうなんですか？一口もらいますね。ああ、意外と美味しいですね。プロデューサー、吹き出すなんて汚いですよ。そんなわけないじゃないですか。甘すぎて飲めません。
お疲れ様です。プロデューサー、どうかしたんですか？そうですか？普通だと思いますけど。別に何にもいらないですよ。プロデューサーにはいつもいろいろもらってますし。いえいえ、大したこと言ってないです。プロデューサーは近くにいるだけで面白いから何もしなくても平気って言っただけです。当たり前じゃないですか。ご褒美といえば、もうプロデューサーからもらったんでした。実はさっき、冷蔵庫に入ってたプリン、半分くらい食べちゃったんですよ。食べられた形跡なしですね。ただの冗談ですよ。でもそんなに焦るなら本当に食べておけばよかったですね。プロデューサー、これからは気をつけないといけませんね。私がいつプロデューサーのプリン食べちゃうかわかりませんよ。どうしようかな。じゃあ先に言えば食べてもいいってことですか？はい、なんと言っても悪い子ですからね。だからこれからもずっとマミミのこと見張っててくださいね、プロデューサー。